じゃじゃん。じゃじゃん。ヤマハリミックス。リミックス。の120と220。はい。はい、店長、特徴の違いの説明をお願いします。はい。今までですね、ヤマハさん、今までなんか飛ばないんじゃないのという声もちょっと上がってきてたみたいなんですけれども、今回は、払拭するだけ、いろいろ詰め込んできましたっていうクラブになっております。で、特に何が違うか、ここにですね、ブーストリングというふうに、読めますかね、ブーストリング、ね、はい、って書いてますけれども、はいはい、ここの周りをですね、もうがっちり固めて、あんまりこう変形しないよというふうにしてるので、真ん中にボールが当たった分、そのままドーンと、そういう、まあ、太鼓のイメージらしいです。太鼓の皮をこう張って、当たったらドーンと来るようなそういう、初速が速くなるんですね。はい、もう考えますね。考えますね。もうこの言葉もすごいと思います。ブーストリングってなんだって最初思いましたから。で、最大はまあそれなんですけれども、はい、あとヤマハでこの2つで言うとですね、よく雑誌で完成モーメントって出てくると思います。聞きますね。これがですね、非常に高い。今回ヤマハさん調べていくと、過去、1番とは言ってないんですけど、2番目のすごいゴルフクラブ界のですね。完成モーメントっていうのは簡単に説明すると何なんですか？はい、簡単に説明するとですね、まあ、こういうのって真ん中の重心に当たっていると、まあ、フェースってあんまり変わらないものなんですけれども、若干ずれましたって言った時に少しこういうふうにずれますね。で、それがずれにくいっていうような指標ですね。これが完成モーメント。でそれが数値が大きければ大きいほどずれにくいと言っている、い、はい、そういうことになります。このぶれにくい、ずれにくいというところをですね、ぜひ体感してもらえる、はいはい、ばらつく人は特にまっすぐいくんじゃないかなということです、ね、どっちかというと僕、ぶれやすいタイプなんで、ぜひぜひ、で感覚で分かるんで、はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。シャフトがちょっといいっすね。ディアマナ、ディアマナ ZF50。 僕が使ってるのディアマナの DF60 かな、はいはい、黒いやつ、はいはいはい、今日夢の270ぐらいはいかないって感じですよね。参考にならないと、完成モーメント大きいはずですから、ぶれない、曲がらない、曲がらない、曲がらない、うん、上げようとしているのに。あ、これはね、叩いてくれ。これはね、感じはいいかもね。どうでしょう。伸びるか。伸びるか。曲げてるんでね。曲げてますね。曲げてるんで曲がる。ああ、でも飛んでる飛んでる。いい感じなんですよ。いいいいいい。僕的にはまあもうちょっと曲がりすぎですけど。うんうん。でもいいですね。めっちゃいいっす。うん。合ってますね、それね。うんうん、240。じゃあ曲げないようにいきましょうか。曲がらないように作ってらっしゃる。はい、曲げない球はチャレンジします。ストレートでお願いします。お、曲がったな。ちょっと擦ったかな。ちょっと擦ったかな。あ、擦ってるね。でもフィッシュスライスね。あれ？俺250。いい感じですね。いい感じですね。250。はい、あれ飛んでますね。いや、めちゃめちゃやっぱ慣れてる顔だと安心感があるし。なるほどなるほどなるほど。すげえ振りやすい。名前づらくない、うん。なるほど。振りやすいんですね。お、これいいんじゃないですか。これもいい、いい、いい当たりじゃないですか。フックして。しない。フックしない秒。あー、そうだね。211。やっぱフェードですね。フェードも常に打ち続けてるね、うん、そうですよね。フェードの方がいいですよね。僕もフェード好きですもん。フェアウェイキープ率高いから。あー、これいい。これもいいんじゃないですか。よしよしよし。おお、戻ってきて、戻ってきて。狙い通りです。うん。いや、めっちゃいいっすよ。うんうん、これいい。合ってますね。
一番今僕が振ったのを、はい、プロがやるとどうなるの。あ、これでもしっかりしてます。そうですね、このシャットはしっかり。いや、いいタイプ。好きだな。僕も嫌いじゃない。なんだこれ。懐かしい感じ。懐かしい。来い。出る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 。これ。おお。これ。ちょっと飛んでます。さっきのあのブリヂストン何も変わんないですね。変わんないです。変わんないですね。多分僕は音フラット使ってるんですよ。うん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 。結構下げてるんで。あ、そう。そうですね。入れ方ちょっと変えたんで。ですよね。いや、これはいいでしょ。ちょいちょいちょいドローですね。ほぼストレート。おーい、これはいい。もうちょっとこれでいいんですか。いや、もう十分。いや、もう十分。僕これでいい。ちょっと気になったのは、あのグレーが、はい、あのヤマハ懐かしいというコメントが何が懐かしかったんですか。僕、あの7年間ずっとインプレス使ってました。あ、へえ、もう大好きで、ヘッドもちっちゃくて、はいはいはい、で、打感も好きだし、ずっと使ってて、うん、で、僕はプロになるまでずっと使ってました。それで懐かしいか。研修生からずっと使ってました。プロになってから違うんですか。ちょっとやめました。やめた。ちょっと浮気しちゃいました。でも良さがやっぱりこういうところに思いますね。はい、いいです、これは、はい、これ、いいですよ。これいいですよ。リミックスの120。はい。じゃあ次。じゃあミニマル。この続けて一回じゃあグレーにやってもらって。はい。これ、はい、ノーマルシャープの SR。SR ですね。ちょっとスピード抑えて、ね。はい。先ほどの完成モーメントの話でいくと、こっちの方が大きいヘッドなんですけれども、はいはい、大きいヘッドの方がもちろん完成モーメント大きくなる。なるほど。ちょっとずらしながら。はい、ずらすというのはかっこいいですね。あのちょっと打点をちょっと今かっこいいこと言っちゃった。すいません。はいはい、ヒールか等にちょっと当てて。あ、わざとこいつの性能を。性能。はいはい、ちょっとまず芯で、ね。はい。芯からいきます。はい。真ん中で。今の芯なんですか。ちょっと芯よりはちょっとで全然です、うんうん。お、プッシュアウト気味が。本当に？え、どういう本当ですか？いや、なんか飛ぶってことですか？飛ばない、ね、飛んでるんだ。じゃあ先っちょでいきます。先っちょ。あ、ごめんなさい、ヒール今ヒール、ヒール気味に当たっても、ヒール、いや、全然、素晴らしい。うわ、飛んでるね。で、なんですかこれ。飛んでるんですか、これは。ドヒールスイーバー、いつも飛びすぎだから先っちょで参考になる、うん、先っちょでいくんですよ。あ、先っぽい。先、いや、これでもあ、めっちゃいい球。ずれてないですよ、これ。ブレがやっぱり少ない、少ないですね。ブレないんだ、完成モーメントが。これ、いいですね。ブレない。ちょっとでもグースも入ってます。わかりますかね。そうですね。こっちからかな。こうか。そうですね。こっちから見たら。こうですね。グースっぽいですね。グースっぽいっていうのは。ここが。はいはいはい、はい。ここがちょっと出っ張ってる感じ。はい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 、これと比べると、うん、これがあの一二番ですね。ああ、ま、これまっすぐなんですね。そうですね。この辺を見るとですね。グースが入ると、はい、球筋はどうなる。まあ、ヘッドがまあ後ろにあるんで、はい、まあちょっとこう小細工してもこう。うまくフェースが戻りやすかったんですよね。感覚が捕まりやすい感じですね。捕まりやすくのが一般的ですね。ちょっと打ってみてください。僕が、うん、はい、これは優しくていいと思いますよ、これ。僕はいつ自分に合ったドライバーに出会えるかっていうずっと探してもしかしたら出会うかもしれないですよ。いつか僕はここで買います。はい、ありがとうございます。いつもまだ何度も持ってますけど、出会ってない。出会ってない。出会ってないです。出会ってない。
今日出会うかもしれないですね。今日出会うかもしれないよ。お、これはいいんじゃないですか。これはいいんじゃないですか。距離が出ないですけど、いい当たりでした。うん、おー、綺麗なフェード。もういい。おー、240。今日1ですね。今日1ですね。いいフェード。ということですか。いいフェードですよ。僕はさっきのやつが好きかな。あ、最初のやつですね。120ね。今日は僕、どっちも好きですね、今。でも結構高評価です、ここに。当たった。これ当たったでしょ。これいいでしょ。これいいでしょ。はい。あ、いいフェード。うん。うん。この球ですよね。こんな感じですよ。うんうんうん。42なんで。42。いつも通りなんですよ、僕は。ああ、確かに。42。なるほどね、はい、全然打ちやすいです。打ちやすい、はい、でもまだ株が至らない。至らない、はい、至らない、はい、おすすめだと思います。それ捕まりますもんね、うん、それはいいと思います、ね、うん、では次いきますか。はい、いきましょう。さあ、お次はエッグのドライバー。エッグドライバー、走りが続々出ますね。うん、音も違えな、ドライバーによって。